アイロード夕日の丘、日があって海の景色はこんな感じで、あー穏やか。にしん街道、にしん街道から見た景色、ライダーの方が今日は多いかな。道の駅石狩アイロード熱田、入るとすぐ野菜が売っててエスカレーター上がる、上のコーン、あー野菜売ってます。そしてお土産物屋さんがあります。あ、十割そばだね。熱田さんのそば粉を使用しています。お蕎麦屋さんあります。24時間トイレ、エスカレーターで上がってみます。ジェラートのお店とかホットコーヒーとかパン屋さんと、これはなんだ、石狩海地、あ、押し寿司、バッテラ、いなり、耳とろろ、美味しそう。景色見ながら食べられるところあります。人前線とかちょっとした展示物あります。コタンの北前線、北前線で運ばれたもの、人形になって展示刺さっています。文芸学術コーナーっていうところがあります。絵とか展示刺さっています。この土地ゆかりの人たちなのかな。地形地質だそうな。3階展望ラウンジ、展望ラウンジ、外にも出られますね。ここが展望ラウンジになります。そして向こうの方に何かある。熱田村100年こんな家ありました。ああ戸田製菓、なんか創価学会の礎を築いた人の家だそうで、なんか残っています。入ってみます。とりあえず、おお、あ、本当のただの古いお家ですね。あ、本当昔のお家で博物館みたいな感じになってます。これって江戸明治ぐらいなのかな、ないかな。あ、本当の古いお家見れます。昭和くらいかな、蓄音機、そしていろり、お家の中こういう感じになっております。寒いよねこれ、昔の人って寒さに強かったのかな。2階に行くはしごがあるよ。道民パパ登ってみます。何があるの。なんもない、なんもない、屋根裏、屋根裏なんだ。恋人の聖地向かいます。こう石の碑が並んでいるところを撮っていきます。お、風が強い。一つ歌より知らぬ雪夜のオルゴール、ずっと火が並んでいます。葉桜の沖より晴れて乳母車、この火を読みながら恋人とこの坂を上がっていくのかな。すごい数の石に歌が刻まれています。夏帽子、誘い出したる海の風、恋人の聖地熱田展望台到着しました。ここは鍵をかけておくとこ、アイカップの愛をかけて恋人美咲なのかな。誓いの鐘、
外の山の風景、風強いです。入っていきます。石造り風、石ではないんだけど石造り風で、ステンドグラス、こんなステンドグラスあります。階段登ってみます。おー、すごい風だ。周りは海見えます。展望台から見える景色、展望台から見える海の風景です。恋人と見るんだろうね、若かったらいいね。後ろの方はこんな山、ちょっと今日曇りだから残念なんだけど、天気だったらすごい綺麗だと思います。正面から見たところ、鍵たくさんかかってます。こんなところに資料館ありました。面白そう。浜松郷土資料館にちょっとこら寄っていきます。郷土資料館、ここはどういった博物館？浜松郷土資料館、うん、白鳥家の西番屋かな。西番屋ですかここ？はい、そうです。あ、じゃあニシンが大量に取れた時だでしょうね。明治32年の建物です。ここは32年、はい、明治の建物、ね、それがそのまま保存されてるんですね、うん。板とかはこれ当時のままですよね。板を途中で張り替えてるんです。あ、張り替えてるんだ。うん。うん、神棚とかがあって、うん、ね。使用人の部屋。泊まれる人は船頭さんとかそういう人の話です。あと屋敷はそっち。屋敷はそっち。ね、で、あそこ二段になってますね。うん、あそこはベッド、あ、ベッド、ね、奥の二段ベッドですか。ああ、うん、寝るところ40人ぐらいはいたって話ですね。40人、うん、お貸し事する人とかで100人ぐらい寝てるんですよね。あの建て出しですね、親方。通年、あ、通年冬も、ね、後の人はね、大抵携帯持ってて時期だけ来て住むっていうのがパターンだったらしいけど、この白鳥さんだけはなんか住宅はなかったそうです。あ、そうですか。沢谷さんって方は12箇所ね、12箇所、ね、それからその岬越えたそっち側に木村栄吉っていう人、その人は22箇所で、北海道の方から住む。一部の全部一番の親方ばっかりね。あしたの今道の駅行ったら分かります。すごい体格の吉羽山より。あ、見た見た。ええ、うん、あの人はこの子です。ね、やっぱり一番。寮の風景、お人形さんで再現されてます。うわ、本当に使ってたやつ。保存庫。もっこしょい。もっこしょい。尾びらのニシン番屋をちょっと小さくしたような感じ。すごく似ています。大きいね。網とかもこんな風にあります。いろりの上にはわらじ干してた。で、ご飯食べるところと寝るところは石を入れて重りにしたらしいです。えじこというもの、怒りだね、うん、はあ、乱州の寝床。あ、どこに寝たの？ベッド、二段ベッド。あ、上の方、上の方に寝てたっていうことで、すごい大きなカモみたいな網があったりして、あ、
2段になってるんだ。船頭さんとか船長さんがさっきのあっちだって。分かれていた。マンボ、これは物品の数量を確認する道具。おお、ザルとか尻掛け馬。何ですか。マジルシ島にモッコ。モッコ分かります。男柱って何。あ、絞るやつだ。ニシンの油をこれ重りをかけてる。なんで知ってんの。え、年齢は知識。こうこういうの本当に使ってたやつのね、時価大きい骨董品だよね。